ちは、インターン生の渡辺です。第2回目では、たまびの中で制作に役立つ施設をご紹介いたしました。第3回目では、たまび生の、ご飯事情と題して、たまび生の、食費や、食生活についてお話しした後、たまび内外で、食事が取れる施設について、ご紹介したいと思います。まずたまび生の、生活事情から少しお話しさせていただこうと思います。一人暮らしの人の、食費の平均は、23,548円で、1日あたりが、784円になります。実家暮らしの人の場合は、13,041円で、1日あたりの食費の平均、昼食の平均は、434円になります。ちょっと毎日外食を取るのはきつい金額になります。実際は学校に来ない日などもあるので、毎日この金額がかかるわけではありませんが、毎日、自炊でお弁当を作っている方も結構多いです。ですが、制作が重なったりすると、夜中もちょっと作業しなくちゃいけなかったり、あとバイトが続く日なんかは、無理をせずに、たまび付近でご飯を食べることが多いそうです。さて、そうなってくると気になってくるのは、学食だったり、付近で食事が取れる場所です。ここからは、学校内の2つの学食と、たまびの中にあるパン屋さん、また学外の2つのお店などをご紹介したいと思います。たまび内の学食は2つあるのですが、そのうちの1つは飯尾食堂です。飯尾食堂は油絵や日本画学科のある海岸東棟の中の一角にあります。八王子キャンパスができた当初からある歴史のある食堂です。雑誌に特集されたこともあるほど美味しいカレーや、主菜、主食、副菜、汁物揃ったバランスのいい、定食のセット、スープや味のバラエティに富んだ麺類に加えて、ネギトロ丼や、日によってはオムライスや海鮮丼といった変わり種まであります。また飯尾食堂の購買では飯尾サンドというサンドイッチを購入できたり、焼きそばやお弁当、お菓子なども購入できます。もう一つの学食がグリーンホールです。テキスタイル棟や、彫刻棟近くにグリーンホールはあります。こちらは飯尾と比べるとちょっとメニューは少ないのですが、日替わり定食や、カレー、ラーメン、うどん、そばなどの、基本的なところは抑えてあり、日替わり丼や、スパゲッティなど、こちらにしかないものも多いです。あとちょっと気持ち量が多めなのでがっつり食べられます。またグリーンホールの購買は、お菓子やお弁当、あとカップラーメンの種類がものすごく豊富です。長期的に作業場にこもりたい人なんかは結構そのカップラーメンやお菓子を買い込んで、普段過ごしていることが多いようです。他にも、不定期に新製品の試食会やお菓子のセールをやっていたり、歯ブラシやティッシュなどの日用品を揃えているので、大変本当に、何かと利用する機会が多い、場所になると思います。はい。2つの学食以外に、もう一つパン屋さんがたまびの中には入っています。ブランジェリー東学というお店なのですが、ここはデザイン科だったり、図書館の近くに、立っています。日当たりのいいカフェスペースもあり、セットによっては、ドリンクバーを使えたりするので、昼以外にもゆっくりと利用したくなる施設です。また夕方以降には、タイムセールを行っていることがあるので、私は、語源が終わった後に本当に駆け込んで、バス待ちの時間によく買って食べています。はい。学食2つと、パン屋さんを紹介したのですが、もう、たまびの外にあるお店の方も、紹介してみたいと思います。1つは、インド料理屋さんラニー。ここは、正門側からほど近い、国道沿いにあるインド料理屋さんです。
5段階の辛さを選べるカレー、インドカレーや、炭火石窯で焼いたお料理が絶品です。またナンやサイドメニュー、ドリンクも豊富で美味しく、お得なランチメニューもあります。友達と複数人で集まって、料理をシェアしながら食べるとすごく楽しいです。はい、あともう一つ、近所に、ミスターマックスという、ディスカウントストアが、多摩美付近にはあります。ここは、東門から出て5分ほど歩きます。この中にあるフードコートでは、ラーメン屋さん、ハンバーガーショップ、ちゃんぽん屋さん、チキンナゲットショップなどがあります。またスーパーマーケットやパン屋さんも入っているので、ここに買い物に来たついでにお昼を食べる人が結構多いです。はい、いくつかお店を紹介したんですが、それに加えてもう一つ、多摩美の中にはお菓子の自動販売機が設置されている場所があります。軽食については購買に行く時間がないということがあっても、作業の合間とかに、自動販売機に行けば、ビスケットやおせんべい、カロリーメイトやワッフルなどが、揃えられています。また場所によってはドリップ式のコーヒー自販機が置いてあるところもあります。今回は、多摩美生のご飯事情ということで、多摩美生徒の食費や、学食などについてご紹介させていただきました。次回は美大生の発表の場と題して、学園祭や展示のこと、さらに個展やコンクールについて、美大生の利用しているものの、施設や、多摩美での、発表の場をご紹介したいと思っております。ご覧いただきありがとうございました。